おいしそう、こんにちは、みゆりです。今回はアルゲリーを使っていきたいと思うんですけども、挑むダンジョンがせっかくなので、3人プレイ協力用の極限の闘技場で試していきたいと思います。基本的には闘技場2と同じなんだと思ってますけども。はい。36倍でなんとか抜けると思うけどな。ほい。まあ大丈夫でしょう。アイゼンとアヌビスが結構頼りがいがありそう。これスキル封印は共有されるからさ、ちょっとなんかね、他の面での共有がないのに。せめてバインドをね、どうにかしてほしい。全然バインドされたら戻んないから。さあ、アヌビスのパズルを見せてください。マサオってなんか聞いたことあるけど。振ってくるかな。来ないね。まあ、こっちでスキル使って突破しようかな。まあこれで大丈夫だと思います。デーモンさんですね。まあアイゼンならさすがにいけるっしょ。ちょっとアイゼンさん電波悪いかな。ガチに組むね。そんなに組まなくても。あー、めんどくさいの出たな。ソティスとか出たらどうしようね。こっち風神とか用意して、あー、オールドロップスマイルでもたまんねえだろうなこれ。とりあえずこっちは軽減張って耐えるしかない。やっぱり電波悪いんだよな。アイゼン強いな。さあ決めちゃってくれ。オッケー、いいね。ナイスパズル。オッケーオッケーオッケー。バインドね。バインドほんまに嫌なんだよね。多分お邪魔1コンボでどうにかなります。ああ、ちょっと火持っていけれなかったけど、紙キラーあるんで大丈夫でしょう。十分ですね。うん、今のところ緩いね。後半戦が怖いけど。プチ遊戯。スーウェイでも倒せそうな気がするけどね。メリオダスとかだいぶやばいんじゃない？おお、149万。指短縮。アヌビスさん、あれがおるじゃん。あー、使ったのか。使っちゃってたのか。まあ、こっちもアルゲディで取り戻せるんですけど、アルゲディのスキルね、3ターンで打てて、ヒドロップとお邪魔を生成して、指延長あるからね、1秒だったかな。だいぶ、スキルも優秀なんですよね。星5の神にしてはだいぶ強いと思うけどね。自分最近のお気に入りですよ。あ、つく読みで取り戻す感じにしたのか。ありがたい。でもこっちのアルゲディで上書きすると申し訳ないな、なんか。あいつはなんだっけ、バインド？違うわ、盾張ったわ。浦原さん使っていきます。多分大丈夫だと思います。あ、落ち込みも来たんで、これは大丈夫ですね。で、詩人からのプレドラなんで、プレドラね、自分ちょっと貫通しようと思うとだいぶ頑張らないといけないので、できれば他のお二方にプレドラは抜いていただきたい。アイゼントかな？アヌビスも十分抜ける素質があると思う。アイゼンさん頼みます。そこで抜けなかったら結構俺の命に関わる。火とかもうほぼほぼ不可能なんだよな。片方でも倒してくれたら、一応耐えれる。陣を使っていく。闇の方が抜きやすかったけど、ああ、そうなるとアクはつながるから、もうちょっと欲しいんじゃない？コンボ。お、いい落ち込んきたやん。これは抜けるんじゃないか。おお、ナイスナイス。押しとこう。ソニアグランは、まあ、多分全力で殴ってちょうどいいぐらいじゃないかと思ってるので、足らないかな？これで足りないぐらいだと思う、多分。あ、足りたわ。ちょうどよかった。まあ、これでアイゼンも全然いい盤面なんで倒してくれるでしょう。ハートの落としになってるね。ハングリーハングリー。ソティス出たら困るんだよな、これ。落ち込ん欲しいね。ああ、大丈夫か。8コンボしてれば、あ、これは大丈夫だわ。1000万出てる。やめろ。オッケーオッケーオッケー。相方はオッケー。そしたらまた自分は同じような感じで。まあ大丈夫でしょう。神だよね、こいつ。さあ、15回。こいつは回復とドラゴン。アイゼンが、ちょっと盤面あれなんで変換した方がいいんじゃないか。相変わらず通信悪いな。アイゼンは暴圧か。こっちが、あと3ターン。おー、ジンがあと1ターン。白使ったか。これでワンパンしてもらえれば。ちょっとアヌビスがね、スキル使えない状況になってるから、倍率があんまり出せないと思うんだけど、次の敵によるね。この次はあれよね、パールとか、カグツチゾーンだよね。メイメイだ。正直陣打ってもらって、その次に自分が殴るで全然 OK。アヌビス使えるじゃん。あ、使わない感じ。待ちにしたかったけど、1コンボでも、ああ、これは厳しいな。じゃあ、ジンのこの木を利用して、自分がスキルがなんかあれば、アルゲディがあるからアルゲディ使って、突破しましょう。多分いけると思うんだけどな。OK。まあ毒肉はいずれ消えてくれるはず。アヌビスとかの変換でどうにかしてくれるでしょう。お、いいね。これ最悪さ、カーリーでパスすればねえ免れれるけどさ、死ぬの。でもパスでパスパスって回ってきたらマジでやばいよね。芝だわ。ダムルーアヌビス頼んます。こいつ俺きついからアヌビスでぜひ抜いといてほしい。それで何コンボだ ?1234567 コンボすれば抜けるでしょう。よし、オッケー。助かったわ。ここはさすがに助かった。光。あー、待って、俺光、副属性に光あるけ、ちょっとマジで気をつけないと。あれなんだけど、まあ、さすがに、浦原さんで。ドラゴンキラーはないからな。もう一個用意した方がいいかな。まあ、とりあえずこれでいこうか。いけっかな。ちょっとコンボ数がしょぼいね。申し訳ない。アイゼンさんお任せ。もう光属性がないアイゼンさんお任せですわ。で、次がヘラとかが出るとしたら、本当にヘラだわ。うわー、これは無念だわ、アイゼン。36,000、あとちょっとじゃん。あと100、200ぐらいさ、あれば、耐えれたのに。頑張ろう、アヌビス。ちょっと俺カーリー戦になるのきついね。フンリル・ウィズが多分溜まってなかったような気がするんだよね。尊い犠牲を払ってしまった。OK。盤面最大。あー、木を持っていかないでほしかったな。これねー。なるほど。4コンボ以下吸収。2ターン行動。俺どうしようもないんだけど、これ。どうしようもないんだが。パスするわ。待ってよ、しかもこの次なんだったら。この次、P じゃないとかある？この次が。あー、2コンボ損失か。あー、しかも落ちコン来ねえっていう。こいつさ、全然わかんねえんだけど。何してくるの？ほんまにわからんよ。うわー、作らなかったし、こいつ。マジかよ。作れ、作れ。よしよしよし。どうなのかな？倒せるのか？全然わかんない。火力はかなり出るよ、これで。倒せるわ。ただ次がもしカーリーならば、P だ。これはワンパンコンボさえすればいけるはず。多分大丈夫。ああ、それは大丈夫でしょう。よし、よかったよかった。ちょっとびっくりだね。光メタトロンもじゃあ出るってことだね。そんなに硬くなかったし、あんまり、ボスは難しくなさそうだったけど、まあちょっと光メタトロンもね、ぜひお会いしたいですね。ってことで、まあチャレンジダンジョンじゃねえわ。極限の闘技場、神格の表裏はまあメタトロンということで、ボスが。うん。強いのか、まだ攻撃も食らってないから何とも言えないんですけども、まあもしかしたらカーリーみたいに発狂してくるのかもしれないですね。ちょっと技が気になりました。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。また Twitter もやっておりますので、概要欄の方からフォローよろしくお願いします。パズドラにおきましては、このモンスターでこのダンジョンをクリアしてほしいといったリクエストを随時募集しておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。